ちゃん丁寧にやっとるや。これは誇れるな、この仕事は。うわ、血管工事これやっちゃったの、お前どうした。すいません、血管工事確定。すいません、お疲れ様です。私もしますよ、筋トレ。撮ってるか、今撮ったか、しとる、筋トレしとる。これでもポコってなってる。どうなってる、なんでジム行ってんの。あ、別に宅トレですね。宅トレ、お金高いんで。宅トレな、宅トレなんで、自重トレに、自重トレばっかですけど。あ、マジで、いいなってる。え、なんで来たんだよ。え、なんか、妹がやってたから。妹が一緒、今一緒に。いや、住んでないですけど、なんか妹が筋トレしてプロテイン飲んでるから、私も真似しました。妹が、はい、あの妹も筋トレしてめっちゃスタイルいいですよ。私より全然スタイルいいですよ、本当に。そう、まあ、たまたま来たら韓国検査、はい、本当のガチで。あ、ガチですね、はい、もうちょうど、まあ、ちょこっと上やっとったけど今、はい、それでは、ね、指摘やと依頼されるすぐ筋トレ依頼されるでも、アウトも少ないですよ。まあ、3つとかそんなもんじゃないですかね。ちょっとじゃあ見せてもらおうか、本当のガチンコ。はい、めっちゃ嫌そう。予想外。1箇所につき1ビンだ。1箇所につき1ビンだ。いいですか。いや、21やな。ミオちゃん。ミオと一緒。あ、俺と一緒か。毎回このくだりやってる。マジ俺もう覚えてねえんだ。だけどお前全然しっかりしてるじゃん。え、してますよ。このしっかりしてるの現場お前に任せねえもん。もうちょっとやって練習して、まあ歴が違うんだ。もうでお前があの検査を検査しろ。あ、OK です。検査を検査、はい、検査、こんな検査じゃ甘いよ。はい、わかりました。怖い、めっちゃ怖いですね。検査の検査っていうかさ、はい、ちょっと綺麗だお前の丁寧にやっとんな。では反抗検査行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、2人が見逃してないか僕チェックするんですね、うん、お、お前何言うの。うち厳しいですよ。 OK が白やったらもう白飛んでたら、おいおいおい、白飛んでると素人か。静かに白みたいな。何を言ったんだお前。白もダジャレ言ったんすよ。つまんねえお前。そういうことやった言ったら全然インスタ伸びねえんだよお前。インスタが、まあ、すいません。 TikTok でもあのどうでもいいとかこの時言ったらくれよ。思うのつまんないとか、うん、お、何早速屋根が泡じゃなくてこれダメよ。あ、動画的。普段は濃縮のサイン動画的です。何がついたのそれ。チョコレートみたいな。あ、なんでなんで屋根のが垂れたんだ。はい、あトイレ、まあまあ、いや、まああれか、トイレなんかすごい綺麗に塗ってるな。めっちゃ綺麗です。うん、な、白とか特に塗るの難しいです。普段どういうとこ見るの、リリーちゃん。普段どういうとこ見るんですか。うん、もうこういう垂れとかこういう正面だけを見てるのか、こういうとこは要チェックなんですよねっていうのは。腕がそんなないですね。あ、誰がない。腕は、うん、ほとんど色っぽくないんですけど、うん、まあそうですね、他の色がちょっと飛んじゃってることとか、たまに透けてるとか、うんうん、あるとかあるんで、はい、こういうかどっちを飛んだところとか、はい、うん、あー、なるほどね、はい、結構しっかり塗っとるでな、はい、よくこういう怪しいところってあるでしょ。でもね、あ、怪しいところ、うん、例えばこういうトイの裏とか、あ、そうですね、あ、裏なんか捨ててるなみたいな、うんうんうん、ここあるあるです。ん、あるあるです。うん、もう塗り残しっすよ。塗り残しは、この中なんですけど、そのとこまで残してもいいでしょ。使えないです。使えるよ。こんなとこまでちゃんと見てんだ。うん、あ、表情が、うん、あ、表情が紙テープかな。たまにやりますよ、表情が、うん、ちゃん丁寧にやっとるや。うん、いや、これは誇れるな、この仕事は。
あ、はい、おい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 、これはまずいわお前。まずいぞこれ。いや、まあ、これはいつも基本ボロボロだったら、ま、巻くよね。はい、巻いてないよね。これで検査とかまずいよこれ。ちょっとお前はさすがに。えらいことやお前。トラブルじゃないこれ。ね、血管工事じゃないですか。まさかの自社で出てしまった。まさかの自社で。まさか自社で血管工事が出てしまった。まずいぞこれ。これはまずいぞ。いやこれは本当にまずい。これちょっとサムネに行かなかも。血管工事が発覚。まさかの抜き打ち観光検査で血管工事発覚ですよこれ。確実な。なんとなんとエアコンのホースのテープが巻いてございません。もう一回お願いします。もう一回、もう一回言って、もう一回言って、もう一回。血管工事確定。すいません。もうでもすごい綺麗だよ。全然すごい。いや丁寧にやっとるなって感じするもん。わ、これまずいぞ。これまずいんちゃう？小屋根の上にゴミが落ちとるなんて。血管工事ですよ。それはまずいぞ。まずいぞ。血管工事だ。どれ？ああ本当ですね。どれどれ？これはもろり。うわ。血管工事だ。やっちゃったな。お前どうした？これどうした？お前どうした？この面なんか急に出たら。どうした？もう完全にお前多分女となんかあった。これ結構ひどいよ。これはひどいね。やっぱこんだけ。もうちょっと観光検査も甘いんじゃない？気づかなかったね今。すいません。はいや、まあ、私もちょっと こっちに聞いとられてたんで。ああ、そうかそうかそうか。ああ、まず、あ、そういうことね。もう間違いない。もう今から見るとこだったってことだよね。そうですね。そうだよね。先に行っちゃったからよ。あ、じゃあ杉が先に行っちゃったから。僕やったら紙テープ貼ってる。うるさいです。あら、うるさいです。めっちゃ緊張するっす。みんなに見られるんだよ。こんなお前大名行列で検査されてるんだな。リーちゃんもうちょっと検査もちょっと甘いかなと思う。ちょっと甘いなーって思うかな。いやでも私は多分甘いと思う。で言えないのもあるでしょ。あこれぐらいっていいのかなとか、まあ、そうですね。その養生はい、俺もそう。あの、まあ、青ひらで言えるけど、はい、でもまあどう、もうお前が見てもやっぱすごいめっちゃ綺麗です。丁寧です。うん、本当に、はい、いい仕事しようと思います。もうすごいね。レベル上がったよ、ね。あ、そうですかね。自分でも思う。いやでも、ま、いやマジで思いますよ私。本当に、ね、あの自社で、うん、あの やってる時とは全然違う。自社でやってる。ハーンって。ハーンって。一二三ってやるみたいな。撮ったよお前。あ、撮ったよ。重心やったら。うわあれ。ええ気持ちいい。そんな感じなのでもみんな。もうだったかもしれません。グジーエイヨローのもう15分ぐらいだからみんなそわそわしてもう片付けしようだろう。まあでもすごいな、こんだけの仕事やって、まあ、21だよねな、うん、お客さんからしたら不安になると思うけど、まあ、これはもう完全に太鼓判だと思うよ。でも結構お客さんになんか可愛がってもらってません？あ、そう結構なんか気に入れられることが多いですね。なんか多分 ちょっと、ね、年配の方だとなんか、ま、孫みたいな感じなんですかね。あ、そう、生意気な孫みたいな。ちょっとすぐ不適されるかもみたいな。でも真面目にしっかりやるから可愛がってくるよね。でも本当に可愛がられてる率高い気がします。あ、本当。あ、ちょっと、まあ、また若いでいいですからね。他の職人さんがちょっと年上だからっていうのもあるかもしれない。まあそれはあるよね。ちょっとまあそれはいいけども、リリーちゃんのその検査の甘い問題もこれちょっと発覚だよこれ。すいません。え？はい。どっちのサムネにしようかまだ悩んでるんで、こっちバージョンちょっとこう。はい。こんな検査じゃちょっとわかんだろう。はい。すいません。え？ちょっと見とって甘いなと思う。いつも検査来るわけじゃん、リリーちゃん。はい。ちょっと検査甘いかなと思う。あ、思います。バチの親。それはいいことだよね。もっと言ってもいいよって思うの。かゆみなんか全然言ってくるよ。はい。いや、僕ね。あそういうところだね。どこを見なかんか。いやでも本当に多分私も本当に良くないと思うんですけど、うん、なんかまた他の職人さんからなんかちょっとおしゃべりしてる時に、うん、なんかまあある現場管理の人からなんか
すごいなんかどうしようもないことを言われちゃって指摘されたらしいんですよ、検査の時に、うん、職人が、はい、うん、でなんかそれにイラッとしたみたいな話をなんか聞いて、職人が、はい、うん、だから職人はやっぱでも本当にどうしようもないところだったみたいで、うん、どうしようもないですよ、ちょっと内容覚えてないですけど、もうどうもできないようなところをなんかすごい強く指摘されて、うん、なんかイラついたみたいなことを言われて、うんうん、なんかもうそうですね、そんなんにビビっちゃダメなんですけど、ああ、だって、まあ、俺たちは一つは怒ることではないと思うから、はい、だって伝え方はコミュ力じゃん、はい、だから無事になんだこれ、じゃあ検査で上から見るもんじゃないもんね、下からですね、あ、ここちょっと寝てないですよとか、はい、これって綺麗になりますかとかでいいと思うんだけど、それは、はい、いや、これちょっと眠れよ、てめえこれはって言うそれはやばい、それはやばい、やめてくれよ、ね、声やばいやばいよね、でも声もやばいやばいよね、いろいろとやばい、別にいいと思う、別にそうやって人となりって出るじゃん、はい、河合くんとか小の検査ある？あ、ないです、今の小めっちゃ細っけーな、だけど人となりがわかるから別に、はい、だから嫌いにはならんじゃん、うーん、それをなんか頭ごなしこれどうにかしてくださいよって、それは管理の仕事じゃないのっていうのがあるじゃん、はい、はい、あ、これどれもないけど、別にさ、やっぱ気になるもんで、ここちょっと工事なんか大工入れますわとか、釘打ち直しし大工提案しますわとかさ、それは管理の仕事であって、ちょっとその職人がやることじゃないとね、あとその職人もなんか自分の都合がいいように使うやつもじゃん、お客さんに何でもあれば、あ、じゃあそこ抜いていただいたらいいっすかとか言って、はい、すぐお客さんにもなんかいいなりになっちゃうから、はい、それはまた違うんじゃないと思うけど、まあ別にいいんじゃない、もっと厳しくしんといい関係を築けばね、あの子何、はい、ってやる気あるのって逆に俺は職員だと言うと、はい、うん、何あの子検査来て何を見てったのって、はい、あいつ何しに来るんだって思われるよりも、あの子仕事にすごい誇り持っとんな、お客さん喜ばそうと思っとんなって感じた方がいいんじゃないかな、うん、俺も嫌われるタイプじゃん、だけど熱い人だけはついてきてくれるじゃん、はい、うん、さあこんなのね、リアルでやってやってほしいと思うけどさ、あれで一生懸命やってる人はついてくるからね、変なやつはすぐやめていく、やすぐやめていくのはおかしいんだよなおかしいんですかやめる予定やったんですか、まだまだまだ10年、20年は20年もまたお前はいはい、じゃあ皆さん、あの職人、塗装職人、この間も動画でチラッと入ったんですけど、塗装職人、うちはあの責任施工って言ったら、ね、請け負ってもらうけど、まあ、ほぼほぼ常駐の人ばっかり、青木もそうだけど、元々前は授業やったけどな、はい、日経月給だったけど、まあ、そういう人をちょっとね、5組か6組ぐらい、まあ、どうしても欲しいって、春日井エリア、岐阜、愛知、三重、岐阜だね、愛知は結構、岡崎、安城の方まで仕事するので、まあ、そちらの方も欲しいし、まあ、三重だと鈴鹿の方も仕事するかな。多分あります、ね、あるよね、はい、岐阜ぐらいまであるし。海外の奥で行ったら、長久手とかあっちの方まで仕事もあってね、そうですね、瀬戸とかもあるよね、うん、ぜひ、4、5組限定ですけど、ぜひ、まあ、話だけでも聞いてみたいでもいいので、ぜひお問い合わせください、お願いします、お願いします、はい、じゃあ足場次第購入します、あと実習生、特定技能、はい、ナイロパートナーズって授業でオンライン相談会、相談してます、15分から30分ぐらいかな、やってますので、ぜひそちらの問い合わせもお願いします、お願いします、せーの、また見てね、